デイビッド・ウェクスラーは、ルーマニア生まれのユダヤ系アメリカの心理学者。医療、福祉、教育など幅広い分野で活用されている、診断的知能検査の開発者として名高い。主なものに、児童向けウェクスラー式知能検査、ウェクスラー成人知能検査、就学前、ウェクスラー式知能検査がある。ルーマニア、ヤシ県のレスペズイ村にて、ユダヤ系の家庭に生まれ、幼児に、 一家でアメリカに渡る。ニューヨーク私立大学を卒業後、コロンビア大学のエドワード・リーソー・オンダイクやジェームズ・キャッテルに指示し、1917年に修士号を1925年に博士号を取得。第一次世界大戦中は、米国陸軍と共に、非徴兵者を選抜するための心理検査の開発に従事した後、 ロンドン大学のチャールズ・スピアマンとカール・キアソンの下で研究生活を送った。5年間の開業生活といくつもの施設を渡り歩いての勤務生活を経て、1932年から1967年までベルビュー精神病院に主任心理学者として勤務。かたわら、1933年からニューヨーク大学附属病院に勤務。 1981年に死去したが、ウィスク、バイズ、ワプジーなど、ウェクスラーが中心となって開発した心理検査の数々は、生前すでに高く評価されていた。著書に教育心理学などがある。ありがとうございます。